ハロー、アースの移動、霊夢です。地球の皆さん、こんにちは、マリサだぜ。マリサは鉄血のオルフェンズ・ウルズハントのことはもう知ってる？知らないぜ。鉄血のオルフェンズの続きなのか？鉄血のオルフェンズ・ウルズハントは今年配信予定のアプリ、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G 内で展開する新規アニメーション付きのゲームなの。知らなかったぜ。鉄オル駆け出しファンとしては気になる情報だな。ってことで今回は、鉄血のオルフェンズ・ウルズハントについての最新公開情報をまとめていくわ。この動画が面白かったら高評価を。マクギリス好きの皆さんは、バイルを持つ私に逆らうかって。鉄火団好きの皆さんは、行くぞ、バルバトスって、コメントしてほしいぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。まず、機動戦士ガンダム、鉄血のオルフェンズ、ウルズハントとは、2022年の春に配信が予定されている、Android iOS 用アプリ。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G 内で展開する新規アニメーション付きのゲームなの。鉄血のオルフェンズで鉄火団が火星地球圏を舞台に活躍するのと同時期に、辺境の惑星で罪人のルケイチとして扱われている金星を舞台にしているわ。別の場所、別の視点から書かれた鉄血のオルフェンズって感じなのか？そうだね。登場するキャラクターや声優陣はすでに公開されているわ。4月5日に配信された番組、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ特別編で、放送記念特番内でウルズハントの主人公、ウィスタリオ・アファム役が、AKB48、乃木坂46の元メンバーで女優の生駒里奈さんが担当することなど、10人の主要キャラクターと担当声優が公開されたわ。すでに10人も発表されているんだな。ちなみに、どんな人たちなんだ？じゃあ、公開された10人を簡単に紹介するわね。まず主人公のウィスタリオは、金星に浮かぶラドニッツァコロニーで生まれ育ったの。早くに両親を亡くして、若くしてコロニーの管理会社、アファム設備の後を継いだわ。快活で判断力に優れていて、金星を観光立国にするっていう大きな夢を持っているの。ガンダム恥ろ星のパイロットでもあるわ。ガンダム恥ろ星？ガンダムってことはバルバトスと同じく薬剤戦の時にちょっとだけ作られたってやつだな。そうそう、72機だけ作られて、現存しているのは26機というガンダムフレームを持つモビルスーツの一つね。これがラドニッツァコロニーの動力部奥に隠されていたモビルスーツなんだけど、デムナーが亡き祖父から機体の管理を引き継いで、人知れず整備を続けてきたものらしいわ。デムナーについてはまた後ほど紹介するわ。コロニーが正体不明のモビルスーツに襲撃された際、ウィスタリオが登場して、長い眠りから目覚めたんだ。ワクワクするシチュエーションだな。そうだよねー。先ほど話に出てた、デムナー・キタコ・ジュニアは、ウィスタリオが生まれた時からそばにいる。教育係兼世話係で、長年密かにガンダム恥ろ星の整備を続けている人物ね。一見するとこわもてで、厳しく接すべき場面ではそうするけど、最終的にはウィスタリオを甘やかしてしまう傾向が強いわ。声優は堀内健優さんが務めているわ。よくいるそば付きって感じだな。続いては、コルナル・コウサネ。ウルズハントの水先案内人としてウィスタリオの前に現れた、ミステリアスな少女よ。行き届いた丁寧な立ち振る舞いに加えて、見た目にそぐわない落ち着いた口調で話すわ。表情の変化が乏しくて、何を考えているのかわかりにくいの。お茶を入れるのが好きらしいわ。声優は上田玲奈さんが務めているわ。これも定番、ミステリアス少女だな。4人目は、レンジー・ダブリスコネ。オムデンコロニーカンパニーに所属する青年で、組織内ではモビルスーツパイロットとして、鉄砲玉のように扱われているわ。組織の命令でウルズハントに関わって、金星ラドニッツァコロニーを訪れることになるの。エンズというモビルスーツに登場していて、声優は木内太郎さんが務めるわ。この辺からちょくちょくわからない単語が混じってきたな。その辺は後でまとめて紹介するわね。5人目はシクラーゼマイヤーよ。もともとはギャラルホルンの士官だったんだけど、上官を殺害し、逃亡したわ。その際に脱出したモビルスーツ、シュバルベカスタムを操って、現在はオムデンコロニーカンパニーの殺し屋として立場を築いているわ。声優は野島健二さんが務めているわ。ギャラルホルンの中にもそんな奴がいたんだな。6人目はゴーキュッパよ。ゴーキュッパ？どうやらこれが名前みたいね。残念ながら詳しい情報は分かってなくて、モンキーロビの隊長機に登場していること。声優を三瓶優子さんが務めることくらいしかまだ分かっていないわ。7人目は玉ミラコーで、白豪の隊長機に登場していること。声優を伊藤静香さんが務めていることくらいしか情報がないわね。8人目はロームザンで、ゲイレール PG っていう痩せ型の全身ピンク色のごつい見た目にそぐわない。可愛いモビルスーツに登場しているわ。声優は稲田哲さんが務めているわ。9人目は愛好山で、先ほどのローム山の親族に当たると推測されるわ。登場するモビルスーツはロームと同じゲイレール GS で、こちらは機体の色を白金にしているわ。声優は山本イタルさんが務めているわ。
最後、10人目は勝ち合いの推しで、声優を田中みな実さんが務めること以外、何もわかっていないわ。こうやって聞くと、半分くらいはよくわかっていないんだな。ついでに、ガンダム恥白星以外のモビルスーツについても紹介しておくわね。ウルズハントでの量産機的な機体である、スピナロディは地球圏、県外圏問わず、非、団体、組織で使用されているわ。団体運用される機会は少なくて、複数の機体を所持してる組織がほとんどよ。ザクヤジムだな。続いては、フレックグレイズよ。グレイズって言うと、鉄血のオルフェンズにも登場していたよな。そうだね。でも、このフレックグレイズは鉄血のグレイズとは違って、キャラルホルンが製造して民間に卸しているモビルスーツなの。一般的な機体よりも小型で扱いやすいわ。アファム設備も保有していて、近世ではコロニーの補修作業などで使用されているわ。戦闘用ってよりは、作業用って感じなんだな。次は、シクラーデマイヤーの紹介でも触れた、シュバルベカスタムよ。シクラーデがララルホルンから逃走する際に強奪した機体で、その後、独自のカスタマイズが施されたわ。腰部にブースターを追加することによって機動力が向上し、余計な武装を削ぎ落としたことで無駄のない設計になっているわ。まさにエース機って感じだな。細身で赤いボディがかっこいいぜ。次は、レンジーダグリスコが登場するエンゾね。軽装甲が大半を占める、偏差フレームにおいて装甲強度に比重が置かれた珍しい機体ね。バックパックに搭載された3連ロックブレーカーが特徴的だわ。安定感が抜群の機体だな。次はガンダムマルコシアスね。恥白星以外にも、ガンダムが登場するんだな。このガンダムマルコシアスは、現存が確認されている26体のガンダムフレームに含まれておらず、逆再戦の最中に失われたと思われる幻の機体よ。翼を模したハイブバインダーの形状から、佇まいに優雅さすら漂うけど、腰部バインダーを含め、4本のサブアームが搭載されていて、それらを展開して的に迫る様は、悪魔の名を持つガンダムフレームにふさわしいものがあるわね。4本腕ってガンダムグシオンみたいだな。翼を模したところはガンダムバイルみたいだし、とんでもなく強そうな気配がするぜ。そうだね。次はガンダムアスモデウスよ。またガンダムなのか。このアスモデウスは約300年前に終戦を迎えた厄災戦の終戦後、所在が不明になったの。そのため戦火の中で消失したものと考えられてたけど、侵入困難なデブリ体の中で偶然発見されたわ。アスモデウスには戦闘記録が一切なくて、実戦投入される前に終戦を迎えたと思われるわ。そのため、開発当時の姿をそのまま残しているの。一度も実戦投入されてないガンダムフレームがあったんだな。モビルスーツの紹介はこのくらいかしら？他にも、ゴーキュッパの登場するモンキーロビ隊長機や、ラマミラコーの登場する白豪、ローム山の登場するゲイレール GP、アイコー山の登場するゲイレール GS など、様々なモビルスーツが登場するけど、まだ詳しい情報はわかってないの。なるほどな。ちなみに、ウルズハントは、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズのスピンオフ作品として、ゲーム以外でもアニメとして物語が書かれていくらしいわ。アニメは永井達之監督をはじめとするテレビシリーズスタッフが再集結して手掛けていくの。オリジナルモードではテレビシリーズのキャラクターたち、三日月やオルガなども登場する予定よ。おお、鉄血のオルフェンズを作ったメンバーなら間違いなく高クオリティの作品ができそうだな。そうだね。ゲームだけじゃなくて、アニメにも注目したいところね。ちなみに、今更なんだがウルズハントってどういったストーリーなんだ？ PD323、キャラルホルンによるアーブラウ中央会議への政治介入事件は、モビルスーツを使った武力行使にまで発展。事件を終結に導いたのは、鉄火団と呼ばれる火星から来た少年たちだったの。三日月やオルガたちのことだな。時系列としては、一期ラストのバルバトスとグレイズアインの激闘の後かな？そういうことになるね。近世に浮かぶラドニッツァコロニーで生まれ育ったウィスタリオ・アファムの耳にも、鉄火団の活躍は届いていた。火星との開拓競争に敗北した近世は、四大経済圏も興味を示さない辺境惑星。住民は ID すら持たず、今は罪人の流刑地として使われるだけ。そんな生まれ故郷の現状を変えたいと願う、ウィスタリオの前に現れたのは、ウルズハントの水先案内人を名乗る、一人の少女だった。これが、ウルズハントのストーリーね。聞いてるだけで、ワクワクしてくるな。公式ホームページなどで、PV 映像なども公開されてるから、興味のある人はぜひ見てみてほしいわ。この PV ではガンダム恥白星の起動、発進、戦闘シーンがわずかにだけど見れるから、とてもおすすめよ。これは見るしかないな。ちなみに、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズウルズハントの世界観が楽しめるゲーム、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G には、原作追体験モードも搭載されているの。原作追体験モードでは、鉄血のオルフェンズ、第1期、第2期のストーリーを、ゲームで追体験することができるわ。ストーリー追体験の演出の一つとして、
劇中のアニメーションの一部やボイス、サウンドが実装されるわ。機動戦士ガンダム鉄血のウルフェンス G の詳しいゲームシステムは明らかにされてないけど、本作のゲームプロデューサーである藤原康則さんは、アクションゲームという形ではなく、ストーリーを楽しみながらライトに遊べるシステムで開発中。っておっしゃってたから、アクションゲームが苦手な人でも楽しく遊べるものになりそうね。開発中のゲーム内画面も公開されていて、ガンダムハジロ星が動く姿が見られるから、興味のある人はぜひ見てほしいわ。劇中の名シーンがいつでもどこでも楽しめるってことだな。新作のウルズハントだけじゃなく、鉄血のウルフェンズも再び楽しめるってわけね。ウルズハントはアプリをダウンロードした人は誰でも無料で楽しめるから、気軽に楽しめるの。このウルズハントでは新機体がたくさん登場していて、すでに主役機であるガンダムハジロ星のガンプラが制作されているわ。今出ている情報だと、HG で発売されるみたいね。おお、鉄血のモビルスーツはどれもかっこいいから、今回も期待できるぜ。言い忘れてたけど、主題歌ムービーも公開されていて、主題歌ジオーバーを担当しているのは新バンドのリーエンドっていうバンドなんだ。リーエンドはボーカリストのカイトさん、コンポーザーギタリストの藤永雄太郎さんの、2名のユニットなんだけど、疾走感のあふれる、ロックな曲調になっていて、物語への期待感が高まるわね。鉄血の曲はどれもワクワクする曲ばかりだからな。今回の曲もきっと最高だぜ。この主題歌ムービーや PV などでは、モビルスーツの登場するシーンが結構多いけど、私としては鉄血ならではの実弾戦を主とした迫力あふれる戦闘シーンがたくさんあると思ってて、とっても楽しみなの。他のガンダム作品では、ビーム兵器を主軸としているものが多いけど、やっぱり鉄血といったら実弾兵器で撃ち合ったり、泥臭い近接白兵戦っていうのが大きな魅力の一つだと思うわ。ウルズハントには様々な期待があるけど、私はやっぱり鉄血のような実弾兵器でのかっこいい戦闘シーンがたくさん登場することを期待しちゃうわね。確かに、あの迫力は他のガンダムでは味わえないよな。マリサは、ウルズハントのどんなところを楽しみにしているの？そうだな。私は主人公のミスタリオ・アファムとミステリアスな少女、コルナル・コーサとの関係や、主題歌の PV で幾度となく登場した謎のリングなんかが楽しみだな。確かにそれも楽しみの一つよね。謎のリングは主題歌 PV でも登場したキャラクターのほとんど全員が持っていたし、コルナル・コーサも物語が進んでいく上で、重要な鍵を持っていることは間違いないわね。ところでマリサは機動戦士ガンダム鉄血のウルフェンズ G の事前登録はしたのかしら？まだだぜ。霊夢はもうしたのか？当然よ。みんなにもぜひ事前登録してほしいわ。事前登録すると、何かいいことがあるのか？もちろん、機動戦士ガンダム鉄血のウルフェンズ G の事前登録を行うと、スマートフォン向け壁紙など、登録した人数によって様々な報酬があるわ。例えば、30万人突破でバルバトス第一形態、40万人突破で三日月オルガなどね。おお、それはすごいな。でも事前登録ってどうやってやればいいんだ？事前登録の方法は3つあるの。まず一つ目は公式サイトから入力フォームにメールアドレスを登録する方法よ。これを行いたいときは、Google で鉄血のウルフェンズ G 事前登録などの検索で、事前登録ページを見つけることができるわ。二つ目は Twitter の公式アカウントをフォローすることよ。これは Twitter のアカウントをすでに持っている人におすすめね。フォローするだけだから、すぐに終わるわ。三つ目は LINE の公式アカウントを友達に追加する、よ。これも短時間で終わるけど、LINE に公式アカウントを追加したくないって人には向かないわね。事前登録にも、いろいろな方法があるんだな。ちなみに霊夢はどのやり方でやったんだ？愚問ね、もちろんすべてよ。さすがだな。私は公式サイトからメールアドレスで登録するか。登録人数が増えれば増えるほど、報酬が豪華になるから、みんなも友達を誘って一緒に登録してね。どうだったかな？今回は鉄血のウルフェンズウルズハント最新公開情報についてまとめてみたよ。ウルズハントの情報は逐次公開されていくので、気になる人はこまめにチェックしてね。今後もガンダムの魅力を伝えるために動画を配信していくので、ガンダム好きのあなたは、チャンネル登録をして見逃さないようにしてね。それじゃあ、今回はここまでー。ご視聴ありがとうございました。